食品の味を決める鮮度。今最新の冷凍技術が福島の味と出会い、鮮度を極めた新たな福島の食として関心を集めています。水揚げされたばかりの魚介、収穫されたばかりの野菜や果物、その美味しさを決めるのは何といっても鮮度です。取れたて新鮮なものほど美味しいと言われますが、その鮮度を極限にまで高める技術が県内の企業にも導入され始めているんです。こちらは先月郡山市にオープンした鮮魚店。こちらの売りというのがフィルムによる、最新技術の真空包装機と、今現代の急速冷凍機を導入しまして、クオリティの高い商品を、作り上げて、お客様に提供しようとしております。常磐ものなどの質の高い魚介を専用の機械で真空包装して、さらに急速冷凍、まさに極限に高められた鮮度。空気で凍らせる従来のものとは違って、液体を使った急速冷凍は食品の細胞を守りながら冷凍するため、解凍した後も冷凍前とほぼ同じ状態とのこと。また解凍した後に出てくるドリップと呼ばれる水分も全くありません。魚に関してはもう間違いなく、生に限りなく近い、最終的にはまあ大きく言えば世界へ日本の魚を食べていただきたいということで、フードロスにつながる、風評払拭にもつながると信じております。抜群の鮮度と福島自慢の味が合わされば、風評払拭にも期待ですね。続いては郡山市にある酒蔵。こちらでもこちらがですね、急速冷凍機です。導入したのは急速冷凍機。マイナス30度のアルコールに日本酒を瓶ごと入れて凍らせることができます。このように急速冷凍し、搾りたての美味しさを瓶の中に閉じ込めた日本酒がこちら。その名も春夏秋冬。冷凍することで抜群の鮮度が保たれ、常温で2時間ほど、冷蔵庫では一晩置いておけば飲み頃になるそうです。およそ1年前に冷凍された春夏秋冬を記者がいただいてみると、ああ、さっきまで凍ってたと思えないぐらい風味も良くてフルーティーで美味しいです。いつでも新鮮な味が楽しめると大好評で、今年は出荷量をなんと4倍以上に増やしたといいます。ああいう手がかかってるんで若干価格は高めなんですが、その価値は多分あるというか認めていただいてるんだと思いますね。抜群の鮮度で届けられる福島の食、皆さんも味わってみてはいかがでしょうか。